今日の午前3時半ごろです。福岡市中央区大名での映像、画面の右側に宝飾店があるんですが、窃盗事件が発生しました。その様子の一部が防犯カメラの映像に残されていました。黒いマスクのようなものをつけた2人の男が宝飾店の付近を徘徊しています。周りを気にしているように見えます。そして、ガラスが割れるような音がした数分後、2人の男はその場から原付バイクで走り去りました。このように扉のガラスが店の外や中に広く飛び散っていて、手前のショーケースも割られてしまっています。警察によりますと、事件は午前3時半ごろ、福岡市中央区大名の宝飾店で発生。ドアガラスとショーケースが割られ、指輪およそ90点がなくなっているのが確認されました。当時店は無人で、怪我人はいません。ウィンドウの方に向けてライトをつけて、ハンマーみたいな、そういうのでガンガンとやって、犯行時間は2分ほどと見られていて、目撃情報などによりますと、男2人は黒っぽい服装でヘルメットをかぶっていて、20代から30代ぐらいだったということです。正直普通に営業してただけなので、そこに対してこういったことをされるっていうことには、やっぱりちょっと、腹立たしい部分はありますけど、できるだけ早く逮捕していただければ幸いかなっていうところではあります。警察は窃盗事件として2人の行方を追っています。